どうも、すがちゃんです。今回はヘジと呼ばれるヘジテーションについて説明していきたいと思います。今回やるヘジテーションは普通のスキップヘジテーションとレッグスルーからのヘジテーションを説明していきたいと思います。それではワークアウト。まずスキップヘジテーションを説明していきます。スキップヘジテーションのやり方はドリブルをついてスキップするような感じです。ついて左左右のリズムでついていきます。ポイントは片足だけをこう重い足と考えてこういう風にやることです。これをすることで相手の動きを見てからドライブもできるし、クロスチェンジ、レッグスルーやクロスオーバーもすることが可能です。またスキップエッジステーションからシュートも選択できることができます。このヘジテーションをやることで相手の動きを見てから攻撃することができるので、とても便利な技です。ヘジテーションの練習方法を今から説明していきたいと思います。すがチャンネル登録よろしく。続いてレッグスルーヘジテーションをやります。レッグスルーヘジテーションはレッグスルーをしてドライブを見せかけるヘジテーションです。レッグスルーヘジテーションポイントはレッグスルーしたら息が上がります。一回一呼吸を置いて、で膝から前に出すように見えて、こういう感じです。もう一つポイントは、これのイメージは人をパンチするふりするときにこのイメージです。このイメージで止めるっていうイメージです。では練習方法、ぜひ使ってみてください。何かわからないことがあれば、コメント欄に書いてください。では、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。